今から北っぽクイズを始めます。第1問、今年の小学生一斉観戦 FC 東京戦のスコアは1対0でジュビロが勝利。2対1でジュビロが勝利。3対1でジュビロが勝利。シンキングタイムスタート。正解は2番の2対1でジュビロが勝利でした。豊岡北町のシンボルは何でしょう。1、おいちゃん。2、大松。3、大森選手。わー、悩むな、これ。シンキングタイム、スタート。正解は、3の大森選手。1の大井町でした。あ、じゃあ1やってみよう。やったー、恥ずかしい。インサイドでこうやって蹴る感じね、こうまっすぐまっすぐ行くよ、こういう感じね、まっすぐね、これまっすぐやろ、まっすぐで、性格悪かったらちょっと横にずれたりするから、性格いい子はもうまっすぐ行ったら当たる、性格いい子はもうまっすぐ行くから、もう大野選手性格悪いからちょっと外れたけど、まっすぐ飛んでるよ、まっすぐ、いいね、ボール見といてや、ボール危ないで、続いてね、今度は大森選手に質問する質問タイムします。大切にしていることはありますか。大切にしている言葉ですか。人生一回きりですかね。なんで、まあ、なんていうの、いろんなことにチャレンジして、で、まあ明日やろうっていうよりかは、もう明日がもう日本がな、地球がなくなってもいいように今日のうちに何でもしとこうみたいな生き方を僕はしています。はい、ありがとうございます。あの選手とプライベートで関わったりしますか。そうですね、プライベートでは、ご飯行ったり、まあ遊びに行ったりしますけど、まあ、練習中とかはもう誰が試合に出るかっていう競争、毎日がオーディションっていうか、なんで、まあ、仲良くしててもフィールドの中では敵なので、殴り合いとか蹴り合いみたいなぐらい激しく練習することもあります。怪我をした時のトレーニング、僕今まで怪我したことなくて、今年初めてちょっと大きな怪我したんですけど、やることがないんで、まあ、治るまで待とうかなっていう感じです。なんか怪我したんですか。ラグビーをやっていて、怪我をすることがあって、
ぱ当たるもんな。だから怪我する前提じゃなくて、怪我せないしないように心がけていった方がいいかなと思います。ありがとうございます、はい。皆さん、このみんなで作りました、はい、ぜひジビロの皆さんで見てください、はい、あとは学校あ練習で、忙しいのに学校復旧に来てくれてありがとうございました。今日いろいろな質問にも気軽に答えていただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。お、すごい、これみんなで書いてくれた。学年の、はい、これは、はい、じゃあこれもらっときます。ありがとうございます。選手がちょっと恥かいたなっていうのがありました。で、やっぱり静岡ってサッカー王国だなって思ったのが、やっぱみんなサッカーやっぱボール蹴れるよ。やっぱ大阪、僕大阪やったけど、大阪とか東京の小学校回らせてもらったけど、やっぱボールとか蹴れることが半分以下でも、今日とかみんなまっすぐボール飛んでたし、うまいし、で、やっぱボール1個でやっぱ今まで喋られなかった子とかでもこうボールで会話できるみたいな、それをやっぱ続けていってほしいなと思いました。まあそうですね、子供たちに、勇気とか希望とか元気を与えるつもりやったんですけど、逆にいっぱいもらいました。はい、そうです、今回、被災したところで、ジュビロ磐田の選手とかスタッフ、サポーターとかがみんなで言ってくれたのを、子どもたちが、ありがとうメッセージを書いてくれました。やっぱり人はつながってるんだなと思うし、まだ今でも、ちゃんと進めてなかったりとか、生活に影響を受けてる方たちがまだたくさんいると思うので、そういう人たちに元気を与えられるように、僕たちは、やっていきたいなと思います。